新型エントリーモデル V8 フェーカー。イタリアの自動車メーカーであるランボルギーニは、裏ンの後継者となる新型スーパーカーを間もなく公開予定だ。2024年末に発売される見込みで、トレードマークである自然吸気 V10 エンジンから、 自社設計の新しい V8 を中心とするプラグインハイブリッドパワートレインに変更される新型車のエクステリアデザインは昨年発表されたフラッグシップの V12 フェイスーパーカーレブエルトと関連性があることは明らかだデザイン責任者ミーティア・ボルケルト氏の提唱する宇宙船のようなシルエットと 六角形のマフラー Y 字型の LED ライトなどが採用されるだろう。モノヒューレージと呼ばれるカーボンファイバー製モノコックも引き継がれる見込みだ。しかし、レブエルトのような高価な複合素材は新型車には採用されないと思われる。その代わり、合成に大きなペナルティを 与えない比較的安価なアルミニウムを使用するだろう。レブエルトではリアサブフレームにアルミニウムを使っているが、新型車ではフロントに採用する可能性がある。ボディサイズはレブエルトより一回り小さくなるはずだ。参考までにレブエルトの全長は 4947mm だが、 ウラカンテクニカの 4567mm よりもかなり長い。パワートレインの詳細は不明だが、エンジンはウルスの 4.0L ツインターボとは異なるセッティングとなるだろう。電気モーターについては、レブエルトと同様に英国企業ヤサのユニットを採用する可能性がある。しかし、 レブエルトのように複数のモーターを搭載するかどうかはまだわからない。駆動方式についても不明だ。バッテリーはレブエルトと同じ3 8 k w ーの小型軽量パックを使用するとみられる。ランボルギーニはレブエルトと同じ生産ラインで新型車を生産する見込みである。このような試みは初めてのことで。 主要構造や電気部品などを共有することで実現したのは間違いない。